なんか隣に来ましたね。これなんだろう。すいません。はい。どちらさんですか。あちらさんです。すいません帰ってもらっていいですか。帰りますか。はいさようなら。はいさようなら。どうも。はい皆さんこんにちは。今山形でねまあまあそれなりに付き合いもあってツイッターにもたまに登場する今ね鉄舟さんにお声掛けをしたら道の駅まで迎えに来てくれたんで今からちょっとねこの近所どこに連れてくつもりですか。美味しい蕎麦屋さんに行きましょう。長井に美味しい蕎麦屋さんがあるということなんでちょっとらじられて行ってきます。これ何ですか足元にあるのは。これは天下です。天下天下っぽいっすよね。これ天下じゃないっすよ。何これ。天下やないっすねすいません失礼しました。じゃちょっと今から向かってきましょう。行きましょう。お決まりのあれピースマジか。いやすいませんね皆さんすいませんちょっとでもまあ多分今視聴してくれてる方がガクッと落ちましたよね。ああ落ちましたか。ああもうまあそんなかこんな感じですけどね皆さんご視聴よろしくお願いします。もうちょっとで到着らしいんですけど鉄舟さんこういうのってさ自分が食べに行って美味しいところを俺に連れてくべきじゃないですか普通。美味しいで自分は行ったことあるんですか。ありません。自分が行ったことないのにそこに俺を連れてこうっていうあれなんですか。そうです。俺も行ったことないので一緒に行きたい。いやそれは変でしょ普通に。なんかあ、なんかあったすっげえ古民家風じゃないですか鉄舟さんここは。そうですね、これね。うわー、茅葺き屋根にかぶせた感じですね。なんて読むんですかこれ。読めないです。寿司屋豆腐。皆さん読める方いますか。薫亭って書いてますわ。すごいね。なんこれ。ああ何これ。これが黒弟子です。なんこれ有名なんすか。すんげえ鼻毛出てますよ。鼻毛ぐらい切んなきゃね。あれがクジラのヒゲで作ってる、クジラのヒゲ。本当はもっと小さいんだ。すごいね。飾りなので。すげえ美声。歴史がありそうです ね。でもこの店には初めて来ました。じゃ行ってみましょう。はい。見る？クジラじゃないんですか。さっき自慢げにクジラがどうの言ってたけど、本物はクジラなんですよ。
これは本物じゃないんですね。しかもなんか店の中で作ってるとか言って全然違うところで落としてんじゃないですか。あ、ここで作あここで作ってんのね。なるほど。すごい佇まいですね。歴史がありそうな感じがしますよ。なんて読むんでしょう。獅子宿訓定かな。訓獅子宿って書いてますね。ちょっとお店の方入らせていただきますか。行きましょう。どうぞ。ところで撮影 OK ですかね。そうですよ。いつも何してるんですか。いやいや、ダメだって言われて。お邪魔します。すごいっすね。え、こういうの作ってんだ。すげえな、これ。これ、いろりっつうの。いろり。すごい佇まいっすかね。歴史を感じます。はい。こういうふうになるんだ。とっても美味しそうなそばです。私これも大好き。ちょっといただいてみますかね。ゆっくり移さないとダメだ。これは大根の酢漬けかな。ここ何かの煮しめ。あとおそば。ごちそうさまでした。また来てみます。どうも。鄭州さん、ごちそうさんした。はい、すごいっすね。店自体は昭和平成何年って言いました。11年。この建物は何年って言いました。130年経ってるって言いましたよ。芸時代を感じます。すごいね。はい、どうも。あ、少し雨も止みましたね。すごいです。すごいとこです。すごいとこ。そんな山の中でもないですけど。よいしょ。どうしますか。はい、今道の駅、なんていう道の駅ですか。ここは鉄州さん、いいね。目覚めの里です。目覚めじゃないんですか。目覚めです。何ですか、目覚めって。何でしょうね。いやいや、何で言いてるんじゃないんだよ。なんでって聞かれてもさ聞かれてもって俺に。米沢牛ですか。
米沢牛でかいっすね。人と牛は仲良しって書いてあるね。ねえ、全然俺には米沢牛送ってくれねえじゃねえのよ。いつになっても、ほらほら戻ってきたよ。もうないじゃん、芋煮もなくなってるよ。あるあるある、まあ、ないって。さっきまで外でおばちゃん作ってたんだよ、もうなくなっちゃってるよ。どうしてくれるのこれ。テッシュさん、いろんなものありますね今の季節。さくらんぼいっぱいあります。ほらさっきまでおばちゃん作ってたら、テッシュさんなくなっちゃってんじゃないの。芋煮を買ってきたんで、鉄州さんと仲良くいただきたいと思います。これ何チキンでしたっけ。ニャムニャムチキン。ニャムニャムチキンね。ニャムニャムチキンっていうのもちょっと買ってきたんで、これもいただいてみようと思います。美味しそうですね、芋煮。中は何が入ってるんですかね。何が入ってる感じですか、鉄州さん。中にはしめじ、はい、里芋、里芋、里芋、はい、大根、大根、そしてメインの牛肉ですね。じゃあ味付けは、味付けは醤油です。醤油ですか、はい、醤油ベースだそうです、はい、じゃあ俺もいただいてみます。あ、店主さんも食べてみてください、はい、どうなんですか。食レポお願いします。じゃあいただきます。優しい味だ。それ五郎さんでやってもらう。優しい味なんだな。店主いただくぜ。おいしい大根だ。いらっしゃい。すいません、皆さんすいません、失礼しました。すいませんでした。どうごちそうさした。美味しかったっすね。美味しかったですね。美味しかったっすか。あ、美味しかったです。ごちそうさした。ごちそうさした。ごちそうさした。あとは俺向かうかな。はい、ね。すいません、鉄州さん、なんかわざわざ出てきてもらって。今日も京都でありがとうございました。今日も京都で、お土産までいただきました。いやいや、食ったか、あまりじゃないです。俺にはないですか、米沢牛は。米沢牛は、そうや。8月にしましょう。あ、8月ですか。ずいぶん伸びてきますね。あ、じゃあ俺はね、これからまだ新潟の方に向かって走っていきますよ。はい、気をつけて行ってありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。お誘いありがとうございました。じゃあな、じゃあな、鉄州、じゃあな、じゃあな。すごいメンバーじゃないですか。どうもどうも、あざっす、あざっす。